As part of a project to commemorate the 75th anniversary of Keio University's Faculty of Science and Technology, the university has started an innovative research project involving the industrial, government, and academic sectors. This project is called the Keio Innovation Foundry, or KIF. Its participants have formed a consortium to co-develop technologies from the Faculty of Science and Technology that are close to having commercial applications. The aim is to pursue a diverse range of joint research, with lively interchange among researchers in all three sectors. One research project in KIF is development of PrintTEPS, a framework for creating practical applications of artificial intelligence and putting it to practical use in society. This project's representative is Professor Takahira Yamaguchi in the Department of Administration Engineering. 具体的には、昨今ロボット、ペッパーなどが社会に進出してきておりますけども、そのロボットのソフトウェア、それを簡単に構築するプラットフォームの開発を目指しております。まあ、ロボットが人のように、話したり聞いたり、それから人を見たり、物を見て認識したり、それからいろいろ知識を使って考えたり、あるいはその動作をしたりですね、そういったさまざまなことを人は行いますけども、ロボットの場合はそのソフトウェア、プログラムがないと全く何も動作できません。昨今ロボットのプログラムの開発というのは、非常にもうプログラムのコード1行ずつ書いていかないと動かなくて大変な時間がかかっております。そこで機能ごとにですね、ソフトウェアモジュールという、まあ、プログラムの塊のようなものですけども、それを最終的には数百、300、400ぐらいは準備して、それを単につなぎ合わせればいろんな知的な行動ができる、そういうツールの開発、PrintTEPSを目指しております。The robot software modules are of six types. Broadly speaking, they utilize a knowledge base for inference and learning, speech dialogue, emotional recognition, person recognition, object recognition, and motion planning and execution. In human terms, they enable robots to think, listen, speak, feel, see, and move. Professor Yamaguchi's group is developing PrintTEPS, a platform that elaborates these six software module sets and combines them to easily implement various intelligent functions for robots. PrintTEPS の具体的な応用例としまして、現在複数のいろんな機能を持つロボットが連携して喫茶店業務を代行する、そのような事例と、もう一つは小学校にちょうど私の隣にいるこの小型の人型ロボット、ナオと言いますけども、これを持ち込みまして、小学校の先生とナオが、連携して、で授業を実際に進める、そういう2つの事例を現在進めております。いらっしゃいませ。3名様ですね、はい、傘はそちらの傘だけをご利用ください。今朝はすごい雨でしたね。予報ではもうしばらくするとやむらしいですよ。こちらの席になります。カフェラテがおすすめですよ。ラテアートが入れられます。ラテアートって何ですか？ラテアートまたはコーヒーアートは、バリスタによりエスプレッソを基本とする飲み物の上で作られたデザインのことです。でもカフェラテってカロリー高そう、気になるな。カフェラテのカロリーは約100キロカロリーになります。お待たせいたしました。コーヒー
ーのカフェラテになります。どうぞお取りください。お会計でよろしいですか。はい、かしこまりました。本日のお会計は1200円です。タブレットをタッチしてください。ありがとうございました。それでは出口までご案内いたします。ご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。あ、傘は捨ててますよ。まあ、寄付としましては、その産学連携、社会連携というのを一つ大きなテーマに挙げていると思うんですけども、あのプリンテプスを使えば、例えばあのロボットによる製品組み立てのソフトウェアの開発、これ実際現場ではすごく時間がかかっています。でプリンテプスを使えばその開発時間がすごく短縮できると期待してまして、そういう製造業ですね、製造業にかなり大きな貢献ができたり、先ほど業務案内というのはサービス業で大きく貢献していきますので、さまざまな分野にその産学連携を進める上でプリンテプスというのはこれからロボットの時代になっていくと思いますので、貢献できるのではないかと思っております。